てさて皆様お待たせいたしました。本日最後のステージご紹介いたしましょう。都立青梅総合高校和太鼓部の皆さんですね。皆さんチーム名が農林太鼓と言います。なぜだかご存知でしょうか。青梅総合高校は前身校が農林高校、農林高校和太鼓部からの伝統を引き継いで農林太鼓と命名したんだそうですね。Thank you.